相手の弱さを認めれば自分の弱さも認めることはできるんだけども、それができないと投影されてるっていうのはちょっとありますね。はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長増田祐介です。今日はダメ上司と負けず嫌いな自分というテーマでお話ししようと思います。ですね、まあどういう話かというと、よくですね、まあうちの上司はダメなやつなんだよとか、全然仕事ができないよとか、努力をしない、なんか向上心がないとか言ってですね、まあ怒る患者さんって結構いますね。で、患者さんの話を聞くと、まあもともとすごいスポーツマンで努力家で、すごく自分をこう追い詰めていくような人だったりしますね。だからそういう人から見て上司っていうのはすごくダメな人のように見えるみたいです。でも話を聞いてみるとですね、実際は結構この上司したたかというか現実的な人だったりしますね。だからやらないのはやらないなりの理由があったりする。だから疲れない程度に仕事をしているんですよね。それがこのスポーツマンというか努力家の彼にはよくわからないと。で、実際彼が思う通りにやろうとするとですね、理想通りにやると疲れるんですね。だから診察では仕事が残業が多くて疲れるっていう話をしたり、次の回では上司の悪口になり、でまた仕事が疲れたって話になってしまうという人です。まあこういう人は結構います。で、問題はですね、まあ自分の弱さを認められてないんですよね。で、結構ネガティブだったりします。だからスポーツ選手はネガティブな人、ネガティブな人って結構いますね。なんかスポーツマンだと爽やかで、なんかすごくポジティブな人が多そうじゃないですか、イメージ。でも意外とそうでもない。マッチョな人がね、全然弱気みたいな形で、ネガティブな人は結構いますね。で、この怒りをぶつけるところを、この弱さを認めれば、相手の弱さも認められるんだけれども、相手の弱さを認めれば自分の弱さも認めることができるんだけれども、それができないと。投影されてるっていうのはちょっとありますね。で、これがダメ上司の代わりにダメ家族だったり、ダメ会社だったり、ダメ主治医だったりするっていうのは、まあ、よくあります。臨床上はよくありますね。で、では、どうするのがいいのかっていうとですね、まあ、アセスメントをしますね。で、あなたは何とかすべき、べき思考がありますねとか、完璧主義を目指してますねとか、長寿化が強い。だから、こう、あなたはね、コーチや監督にもうやられたから、勝たなきゃいけないという意識が強いんじゃないですかとか、親が厳しかったんじゃないですかとか、受験で勝たなきゃいけないと教わってるんじゃないですかとか、世の中っていうのは競争だから勝たないといけない、勝たないと生き残れないと思い込みすぎてんじゃないですかとか、まあそういう話をします。そういう話をしながら、まあしなやかな思考、柔軟な思考を身につけるっていうのが、こういう人の治療になるんですね。ただ、このですね、本人の特性、アセスメントをしたからといって、じゃあしなやかに考えたらいいんですね。ああ、自分はこういう人間でしたって言って、パッと行くほどですね、治療って簡単じゃないですね。当たり前ですけど。だから結局、これは、まあ、日々の臨床の中での細かいやりとりなんですよね。折り合いをつける方法とかを一緒に考えてみたりとか。現状認識や目的の確認ですよね。だから彼が言っている上司のダメさっていうのは、いや、お前の思い込みだろうとかいう話にはならないわけで、確かに聞いてみると、その彼の話をそのまま聞いて疑わずに聞くこともできるぐらい、まあ、現状認識が間違ってないこともあるんだけれども、ただやっぱそのどうして彼上司はこれぐらいの仕事量になっているのかっていう、そのそれなりの理由があるので、まあ、きちんと理解していくことが必要ですね。あとは、目的の確認ですよね。だから、勝つことを、勝つために仕事してるわけじゃないし、生き延びるために、勝たないと生き延びれないってことはないので、どうして彼はそんなに仕事を一生懸命しなきゃいけないのか、上司に攻撃してまで彼が達成したいことは何かということを、まあ、確認する必要はあるし、実はそんなに、ね、頑張らなくてもいいんじゃないのということを、まあ、確認したりとかしますね。でもなかなかそうはいかないですよ。理想があって、自分の至らなさがあって、
その中の折り合いを見つけていくとか、自分が今できることはどれぐらいのことなのか、自分ができないことはどういうことなのか、自分のやれることは何なのか、やれないことはどういうことか、やることは何なのか、やらないことは何なのかとか、まあそういう本当にその話ってもう、こう、日々ですね、もう変わりますよね。だからこうしようと思ってもそのまんまはいかないし、かといって悩みすぎたらね、先に進めないしね。まあとても難しい問題ですけれど、まあこういうことを、まあ話し合うことで、まあしなやかな思考を身につけていくっていうのが重要ですね。だから柔軟さを身につけていくことはとても重要です。こういう話し合いをしないと、べき思考とか完璧主義になっちゃうんですね。だから考えてない、ここら辺のことを、まあ、あんまり考えないから、こうしなきゃ、こうしなきゃって固まっちゃってるっていうのもあるのかなと思います。はい。ということで、今回は、ダメ上司と負けず嫌いな自分というテーマでお話ししました。では、以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。